あいつはどこにいるのか、中の新橋を探せ。じゃ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 ん、どこで笑うんだ松村。うわ、泡だらけ。まっちゃん、大きな体の鷹の花、お兄ちゃんは勝る。あ、すいません。あ、これさ、これ牛丼とかもこれこの肉で作ってんだけど。この肉で牛丼ですか？これでね、この肉で牛丼作ってんの。ちょっとこれ豪華すぎますね、今日は、うん、ちょっとこれ豪華な食材ですね。これもちょっと食べて。チンジャオロース、チンジャオロース、抹茶の大好きなチンジャオロース。なんか力的、うん、すごいですね。ちょっとね、うちでちょっと肉のチンジャオロースだね、なんか中国のようですね。なんか中華料理にもできるんですね。そうです、肉のチンジャオロース。一回高田先生来た時も、ね、お刺身まで出ましたからね。あ、ここで、うん、お刺身、肉のお刺身、うん、お刺身もなんかいいかなと思ったんですね。その時まだあの寿司力やってたからね、うん、向こうで。だからそして向こうで魚も持ってきて、うまかったですね。で、相撲のなんかトーナメントに終わった後来た時はタイガーマスクの佐山悟さんもいらっしゃってましたよね。佐山、うんうん、悟さんも下関の水産高校出身でしたからね。やめて、うまいですね。お肉も上等なお肉ですね。昔あの遠京師匠がエバラのタレのコマーシャルやった時は、上等なお肉じゃなくったっていいんですって。タレがメインですもんね。上等なお肉じゃなくったっていいんです、タレがあればってこうね。確かにタレがあればご飯でいっぱい食えたなってなこう思ったりしました。遠京師匠がコマーシャルあったね、ね、それね、うん、立花遠京、遠京師匠がもう今いな生きてないよ、ね、お腹になりましたね。うん、これだんだんこれ落ちたとき拾えないでしょ、太ってるとね。僕もそうなんですよ、太って拾えないんですよね。お互いが譲り合いですよね。お前取れよ、落ちたとき拾えた、お前取れよみたいなところで落ちた履けなかったりね。太ってるといいことないですよ、マイナスばっかりですよね。マイナス効果が、ダイエットをやめてしまう。いや、ダイエットでももう一回復活ですね。俺もじゃあ、まっちゃんが痩せるって言ったら俺も痩せようか、はい、うん、もう一回痩せましょう、健康になりましょう。何キロまで痩せる？まあ、一応80を目指そうかなとは思ってるんですけど、まあ、80になったよね、徐々に、はい、今107まで戻る。俺が今110、いや111か2ぐらいまで来たんですけどね。俺が今110、体重変わんないもんね。だもう俺の場合骨が太いからだからなんかでかく見える。うん、骨組みが太いもん。また力パワーできますか？力パワーあれ、うん、近所のたい焼きの親父が力パワーいっぱい飲んでるけど痩せねえんだよとか。なんか力パワーってのがあって、ダイエットするなんか、ダイエットする薬かなんかだよ、薬を作ったんだけど、うん、全然だカプサイシンとか入ってんで、一時だから痩せねえんだよとか言って言うからさ、いや飲んでたら痩せるよとかって痩せるんだっつってね、やってたな。やっぱ痩せるっていうのはね、なんか炭水化物を抜いたり野菜食べたりお水を多めに飲んでおしっこいっぱい出したりウォーキングしたり、よく噛む、よく噛むと確かにね風邪ひかないんですよね。なんでかって、よく噛むと唾液がいっぱい出るんですよね。唾液のいっぱい出る人って、ね、風邪ひかないんですよね。やっぱね、早く食うからちょろちょろと食うじゃないですか、カーッと食うと人はやっぱり噛まないから、唾液がないから口が乾くんですよね。ここでウイルスが入るってよく言いますね。耳鼻咽喉科の先生に言われました。鼻も松村君乾いてるよって、
からもうしょうがないから俺最近鼻にも水入れて口から出して鼻にもこう水入れて口から出して口くめて鼻もんと出したらいいけど常に鼻をこうやって加湿器ガンガン加湿器と暖房で、うん、ハワイのようにするといいって言いましたね。家がハワイのようにすると、うん、できてきて噛むとなんか唾液がいっぱい出ていいんだって言ってましたね。鼻をねなんかこう中入れたんですよ。ウィーンって入れたら、うん、うわー乾いてる鼻くそが血と混ざっちゃって乾いてる鼻くそが血と混ざっちゃって乾いてるよ松村くんってぐわーぐーんって入れたらうわー中は綺麗なんだけどね周りが何これ乾いちゃってるねって鼻くそが乾いてるよってずっと言われた鼻くそ乾いてたよって血と混ざって乾いてるよってよもっとこれはね入れて湿気っぽくウィーンってで今度鼻水入れて塩水入れて口から出して、うん、あとクークーってやったらこうやってこっちから出るやつやってクーってやってしたら今度湿気っぽくなったなと思って耳鼻咽喉科見てもらったらおだいぶ湿気っぽくなったうわ泡だらけまっちゃん泡だらけだよこれなんか変な泡が来てるっつって、うん、もっと綺麗なした方がいい湿気っぽくするっていうのも大事だって言いましたねよく噛めって言いますよね噛むといいっつって、うん、なかなかうまいものってのはね 2,3 回噛んだら終わりたいですよね太ってるやつって特にあんまり噛まないんだよ、ね、噛まないですよ本当飲んじゃうもんね飲むカレーは飲み物だってウガンダさん言ってたけど、うん、焼肉は赤いうちに食えってウガンダさんウガンダさんいくつで亡くなったの50何歳ですかね6とかいや俺らの時で亡くなったんだそうですよそうだよな、ウガンダさん早く亡くなったもんなうん、そうですねウガンダさんって BG4 だっけそうです、そうです掛駒正樹さんはずっと六本木のお店で BG4 さんのライブを見に行ってウガンダさんのライブを見に行って BG4 ってあれちょ、ごめん、清水明って BG4 あ、違いますね清水明さんはハンダースですねハンダースと BG4、偉い違う、BG4 ってあれだよねモノマネのグループですね元冬木さんとかあ元冬木さんとかの雄三さんとかの BG4 そこにウガンダさんもいらっしゃったんですよあそうだよねだから僕ウガンダさんのモノマネでフジテレビのモノマネ王座決定戦に出た時、うんまあ、中野新橋にも住んでらっしゃったから、うん、マンションビュールハイツ住んでらっしゃったんで、うん、ネタをこうジモンさんと一緒にこう作った時にジモンさんがで面白いなってあウォンテッドをウガンダさんにして歌真似モノマネ王座歌真似で出なきゃいけないんであそれ知ってる、はい、だからウガンダとかやってウォンテッドで、うん、昔は BG4 でドラムを叩いていったあいつはどこにいるのか中野新橋を探せジェン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 ウガンダジェン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 ある時テレビでカレー食いある時ひょうきんダンサーズその上小錦そっくりであいつはあいつは汗っかきダン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 ウガンダってやってました今度は雄三に謝るつって、ね、BG4 をやめたこと今では後悔してるある時テレビでカレー食いある時ひょうきんダンサーズその上小錦そっくりであいつはあいつは汗っかきってやったんですよねそしたらモノマネの木村さんがどこで笑うんだ松村って、ね、いやでもさに日本で多分一番モノマネの量が多いのはまっちゃんだと思うけどでもなんか一個一個のあれはものすごい上手いんだけど、はい、いつもモノマネ王座一回戦負けだよねでもねそれはありますよやっぱり翔平さんモノマネ王座1回戦勝って大阪へ移動って書いてます大阪へ移動ヤングタウンって書いてます翔平さん多分いろいろ諸事情があったんですよね、うん、書いてましたね今モノマネ王座出てる あんまり出てないよねまたちょっと形が変わってるんですよね今、うん、はい今ちょっと日テレも出れるようになったり、うん、はい昔の五社協定みたいな感じじゃなくなったみたいですよね、はい、でも急に日テレでモノマネの審査員出していただいたんですけど、うん、今までフジテレビずっと出てたじゃないですか、うん、で日テレで急に審査員だったらそれ出ていいって言われて、うん、モノマネの日テレで審査員でこう出てたんですけど、うん、一番上だったんですよ、うん、上っていうかこのいろんな順番やってって最後が僕になるって
最後押すのが僕なんですよね、うん、そうするとさあ誰が出るかって結構4対4ぐらいで重なってて金月金月金月堀堀堀金月堀って時に最後の1個松村さんはって言った時にさあ松村さんで決まりますさあ今日の勝者は松村さんで決まりますイエーって時にちょえってそれが結構3回ぐらいあったんですよねそれがちょっと違う人を入れようかなと思いましたけどなんかじゃないけど自分の中であーっとなった時こうで意外にあの誰々押したっていうのみんな覚えてらっしゃるから楽屋もなかなかアウトあれだからトイレ行ってすぐ戻りましたね部屋に、おしっこしちゃ戻っちゃいましたカチャンと閉めて、はい、まあ、力石の真似やらよかったですかねパパヒワパカポホピピベフポポポポポポポビキベフパパヒワパカポホピピベフっていうよりも、はい、やっぱでも高輪のあの真似やっぱ似てるよね、はい、そうあれもね、うん、あの大きな体の鷹の花お兄ちゃんは勝るお兄ちゃんと一緒にしこしこお兄ちゃんと一緒しこしこ今はもう動かないなんとかってやりましたねやったね、はい、大きな体の鷹の花お兄ちゃんは勝るたけしさんの映画がブラザーでね、うん、ER 撮ったら、BR 撮ったら、うん、アザーで他人ですってたけしさんの北野勝さんのネタでやったことありますけどねたけしのおかげでブラザーですけど BR 撮ったらアザーですから他人ですよねってやったことありますけどねやっぱもうやっぱうまいよね、うまいよっていうか一番レパートリーあるんじゃない？ないですね。でも一番最初にさ、出川のてっちゃんやったの自分でしょ？あ、そうですね。劇団サララの、うん、シアターサンモールかあーモリエールでしたかね、ちょっと舞台見に行った時に、うん、劇団サララ公演ありがとうございました、まず右側の列から本当にありがとうございました、左側の列の皆様ありがとうございました、劇団サララ座長出川哲郎でした、ナンバラ内村みんな頑張りますんでよろしくお願いします、あ面白い声だなと思ったんですよ、あれからあの、うん、シャララっていう劇団に田中さんという方がいらっしゃって、うんうん、田中さんとこに出川さんの声やったら、あーてっちゃんの声似てるよ、それからちょっと似てるけど やりましたでもやっぱみんな真似しやすいから、いやしやすいですよ、真似しやすいからみんな真似しだしたもんね、うんうんうん、いやいや充電のためですみたいないや今日は清澄に来ましたよ、いやいや歴史的なお店にやってまいりましたお肉おいしいじゃないですか、これ牛丼うまいじゃないですか、こんな高価な食材で遠京さんの時は焼肉は上等じゃなくても言えるって言ってましたけど最高じゃないですかってこうねやったらいいです、チンジャオロースまでなんすか歴史的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 最後噛んじゃうのがいいですよね、まっちゃんゴールデンのあのああいうところで失敗したって全然大丈夫だから、テレビを見てるお客さんは笑ってるから全然だけど大事なところで噛んじゃダメじゃぞって自分で多分場合もあるから、ね、大事なところで噛んじゃダメだからじゃじゃからってね、絶対大丈夫だから大丈夫はい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 全然大丈夫全然大丈夫ってね、俺は絶対勝つとかいう人間も多いけどギャンブル好きだからやってしまったけど、でもやっぱり悪い見本がここにいるわけだから。